バンガードはアメリカ合衆国の海軍が開発した初期のロケットであるアメリカ初の人工衛星打ち上げを試みた。しかし初回の打ち上げが失敗に終わったためアメリカ陸軍弾道ミサイル局に先を越され結果的にアメリカで2番目の人工衛星打ち上げ成功となった。1955年アメリカ初の衛星打ち上げ用ロケットとして 空軍の SM-65 アトラス、陸軍の SSMA-14 レッドストームの派生型、海軍の RTVN-12A バイキング観測ロケットを元にした三段式ロケットが提案された。この三つの案のうち、海軍案が選定されたことで、バンガードロケットの開発が開始された。バンガードロケットの爆発1957年10月4日に、 ソビエト連邦のスプートニク1号が打ち上げられると、それに対抗するため、急遽、グレープフルーツと呼ばれる 1.36kg の試験用衛星を搭載して打ち上げられることになった。結果、1957年12月6日のケープカナベラル空軍基地第18発射施設、打ち上げでついに目標を達成したが、その頃にはすでにベルナーフォン・ブラウンの指導により、 アメリカ陸軍弾道ミサイル局のジュピター C がエクスプローラー1号打ち上げを達成しており、アメリカ初の座を逃すこととなった。このバンガード1号はビリコン発信機と電池を積んでいるだけの試験衛星だが、世界で最初に太陽電池を搭載した人工衛星として知られている。直径は6.4インチ、重さは3.5ポンド。 その信号は1964年に途絶えたが、先に打ち上げられたスプートニク1、2号及びエクスプローラー1号が落下して久しい現在でも、軌道上にある最古の人工天体でもある。翌1959年に打ち上げられたバンガード2号では、直径20インチ、重さ21ポンドまで大きくなった。軌道上から雲の写真を記録、撮影する機能を搭載し、 気象衛星の先駆けとなった。同年9月に打ち上げられたバンガード3号が最後の打ち上げとなった。結局、打ち上げられた11機中成功したのはわずか3機であった。しかし、これらの失敗から、後の宇宙開発競争で役立つ有用な多くの知見が得られ、打ち上げの成功率は高まった。ありがとうございます。